さておはよう寺ちゃん今朝ご時台はイタリアと結びますイタリア在住日本茶坊経営者ウィズマーラ恵子さんですウィズマーラさんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、はい、まああのー、夏も近づく八十八やも近づいてきてるなっていう感じがするんですけどもねはいイタリアは氷が降ってるそうですね。 まあすごいジェットコースター天候でしたね。えー、もうこの1週間、本当に寒くて、はい、あの寒の戻りとは言いますけど戻りすぎです、本当に。はい、もう1週間前は30度ぐらいあったんですね。本当に真夏のような暑さだったんです。えーえー、だけどもあの北極からですねあの寒流の影響でそれ流れ込んできて低気圧が入ってきたんですね。で一気に30度ぐらい本当に気温が下がりまして。はい でも,もう本当、高速道路とか真っ白で氷が降ってもう冬のようになってで今朝で8度くらいだったんです、でもあの暖房がつけられないというかもうつけちゃいけない時期になったので切られてましてもう今が一番寒い凍えように寒い、えーえー、水村さんあの暖房をつけちゃいけないっていうかもうだから建物自体でもう入らない感じになっちゃってるってことですか あそうですそうですあのセンター、えー、あのヒートとか、はい、セントラルヒーティングでねヒートヒーティングになっててじゃあ床暖房なんですけど<ー>それ全部、はい、あの4月8日で、うん、あの法律によって切られてますから あのまあまあ自分でなんかエアコンとかねロスソクとかつければいいんでしょうけど暖をつけてね暖を暖をねそうそうそうですいいんでしょうけど本当に寒いですよ今はねちょっと日本の風習だとかんね考えられないような日本だったらも各自寒かったらそりゃあねまあストーブまだ出してる人もいるかもしれ地域にもよりますけどこれイタリアだともう4月8日にバサッとこうなってるんですね。 ままあまあ地域によりますねそ、ね、それこそあの南はまだ暖かいですからすごいあの最初らへんに4月の頭ぐらいにもう切らないといけなかったでしょうし北はもうアルプス近いですからまだ寒いからもうちょっと先延ばしにしたり10日からとかまあそれでもあの数日間のズレがあるぐらいですけどですか大体まあ切られてますよ。うん あともう各自の努力で努力というか工夫で弾を取れと弾を取れとコートを着ろとそうですね体調崩しそうですよね本当ですよ本当ですよもうジェットコースターの運営気温なんで難しいですね今日といえば以前もビズマラさんにねあのイタリアで氷が降ってもう車の天井とかガラスがもうボコボコ割れちゃったりだとかあったっていう風にお話聞きましたが今回もそうするとそんな被害もあったんですか 大きな被害は聞かれてないんですけども<え>なんかもう対策を皆さんもされているのかでも今回の小さな氷状のやっぱりものだったので<え>大きなあのテニスボール台とかいうあんなのは残って,きてないようなね一時的なものだったんですけども、はい、でももう予報もないのに今も雨が突然降ってきましたしらら、うん、もううわからないです、ね、そうなんですすねねそ、はい、ジェットコースターの天気のイタリア から、えー、今朝もですね水原恵子さんにはいろいろお話を聞いていきます、はい、水原さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします<け>さあそれでは朝刊トップ5いきましょう4月22日月曜日今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます読売新聞海上自衛隊のヘリ衝突か2機墜落 伊豆諸島鳥島の東方海域でおととい深夜、潜水艦を探知する訓練をしていた海上自衛隊の紹介ヘリコプター SH-60K2 機が墜落しました。2機には4人ずつ合わせて8人が搭乗していて、海上自衛隊が1人を救出しましたが、その後死亡が確認されました。 防衛省は2機が空中で衝突した可能性が高いと見ていて行方不明となった7人を捜索するとともに事故原因の分析を急いでいます毎日新聞内閣支持率5ポイント増の22% 毎日新聞が昨日とおとといに実施した調査によりますと岸田内閣の支持率3月の前回の調査から5ポイント上昇の22%で3か月ぶりに20%台を回復しました不支持率は前回調査から3ポイント下落の74%でした えー、今朝の読売新聞、朝日新聞も内閣支持率を掲載しています読売新聞の調査は岸田内閣の支持率25%、不支持率66%朝日新聞は支持率26%、不支持率62%でした産経新聞、物流道路総理強支持。 岸田総理は今日行われるデジタル行財政改革会議で、荷物を高速道路で自動運搬する自動物流道路の導入に向け、関係閣僚に夏までに想定ルートの選定を進めるよう指示を出す方針を固めました。 増大する物流需要やトラック運転手の不足に伴う2024年問題などの輸送危機器に対応する交通 DX デジタルトランスフォーメーションの一環で今年の経済財政運営の指針いわゆる骨太の方針にも反映します日経新聞先端技術移転に報告義務 企業が先端技術を海外に持ち出す際の規制が拡大します経産省は日本が優位性を持ち他国が獲得に関心を持つ分野の技術移転について企業に経産省への事前報告を義務付けます最先端素材や装置などを念頭に軍事転用や技術の流出を防ぎ虚偽の報告をするなど悪質な違反には罰則も課すとしています スポーツ日本、今永無傷の3勝大リーグカブスの今永翔太投手一昨日マーリンズとのダブルヘッダー第2戦に先発登板し6回5安打3失点で3勝目を挙げましたメジャーデビューから4試合目で初めて自責点を許しましたが防御率0.84はナ・リーグトップとなっています。はい以上が長官トップ5でした さて、えー、ご時代イタリアと結んでいます日本茶法経営者ビズマーラケイコさんですビズマーラさん、えー、今年イタリアはですね、はい、G7 の議長国となっています、まあ、そんな中上川外務大臣がイタリアで行われた G7 外務大臣会合に出席しましたでその上川外務大臣の講演内容がイタリアでニュースになったということなんですがビズマーラさん、はい、これはどういう内容だったんですか まずあの女性のですね大臣が見えたってことでそれがまず驚きなのでここをあのアピールしていらっしゃったんですね。そそしてまずそのイタリアの のそのメローニ首相が2月にです、ね、日本を訪問してますからその時の印象はどんなふうあの印象に残ったですかという質問をされてたんです、でそれに答えていらっしゃったことがずっとあの全部事細かに報道されていたんですがえ<い>要はその、えー、イタリアと日本というのはですね外交の関係樹立が、えー、2026年、ですね2年後は、はい、あの160周年ということらしいんです。 もうすごく長い歴史があって重要な節目節目でこういったことを迎えることができるっていうことで両国の関係も今もどんどんあの前進をしてあのいい関係でやすということは神川大臣がおっしゃってまして、はい、でよくあの戦略的パートナーですね特に日本とイギリスとイタリアこれで共同開発している次期戦闘機なんかもありますから。はい でこういったこと、あとはイタリアの軍艦船ですね、これがあのフランチェスコ・モロジーニというその召喚権があの日本に入っているんですよ、今、で寄港していますから、そういったことの,あの感謝というか、そのあの安全保障の分野でですねはあ、はあ、イタリアとあの協力関係にあると、で緊密に相乗効果を高めて発揮していきましょうということをあのおっしゃっていて<っ>であの、一応、ですねそのイベントとしてはあの大阪万博が日本はありますと、はい そして、えー、イタリアもイタリアでミラノ・コルティナ東京オリンピックがありますよねとはいだから日本とイタリアの間で予定されている大規模なイベントがあるということで、えー、両国の、まあ、人の行き来があの人の往来がさらにあの活発化していきますねということをおっしゃられていて<っ>で結局あの最後は G7 のサミットですねこの,の G7 の広島サミットからバトンタッチして今度イタリアになりましたとでそこでやっぱり受け渡しとしてあの全力であの。 イタリアのあの議長国のあの協力をしていきますと、これが日本の意向ですということをお伝えされてたんです。ええ、だそれをしっかりとあの喋られていたっていうか<え>日本の立場と、えー、アピールと宣伝と全部されてましたね。はい、ええああそうですか。いや何か今、うん、ビズマーラさんからいろいろ教えてもらって、あそういうねその演説というか講演を上川外務大臣がイタリアで行ってたんだ。うんはい そうするとまずは確認ですけれどもあ日本の外務大臣女性なんだねっていうところが。うん えー、まず少しこううう珍しがられたというかそうですね、えー、であのこちらもまあ首相があのメローニ首相が女性ですから、はい、そういったことであの、まあ、女性の,あのまた地位と女性にふさわしい役目をあの与えるには、えー、どういったことをあの気にかけてますかみたいな質問とか、はいえー、でそこであの権力のトップに女性が増えるということはいいことですねというような、はい、<laughs> そういうふうな、えー、意味合い。 そういった機会が増えるということもいいことですねということがあの前面となってニュースになってました、ねはい、そうですか、はいうん、あと今、世の中のニュースとしてはですねイランとイスラエルの,この報復合戦というか、まあ、そのニュースがあーメインというか注目されているわけですが、うんはい、これ、イタリアではどうですか、うん このニュイタリアもう別個のニュースのその<っ>コーナーがちゃんと立ち上がってまして<っ>本当にずっと、えー、分刻みであのライブ放送のような感じで、はい、最新ニュースをずっと流しているトップ記事なんですね。<っ>であのそれこそイスラエルはイランにあのミサイルを3発撃ち込んだとか、はい、これはあのアメリカの方のですね ABC テレビとか。あの 政府の高官公館がこう言ってたとかあとはそのイタリアはアメリカのニュースをベースにずっと報道しているんですね、はいええ、だからもうどちらも隠すじゃないですかもうイスラエルもあうちやってませんよってう、はいううちイランもいやいやうちはやられてませんよっていう話、はい、も隠すけどもだけどその陰にあるのはやっぱイランはイランで、ね、あの国内の国民の方の不満が爆発してますからやられたって言ってしまったらもうドローンの時も99%撃墜 されているし、はい これを騙してプロタ偽のプロパガンダをイランはしているとこういう風な法事方とイタリアはしてたんですね。ええ、でイランの方の国民の抗議をしている模様の写真とかを添えてるんです。だから日本で流れてる映像と真逆のことをイタリアは報道してまして。ええ、だからもうこれは国内からやられたと知ったら国民はことクーデターを起こしたり、はい、えー、反政府がまた起こるっていう可能性があるので、ええ、こういうのはイランもあの隠したがるし、イスラエルもやりましたとは言えないですよね。はい、あの欧米が があの反対してますから、えー、そういったあの影の裏の情報は全部報道されてますね。そうですか。 さてあのところで、私、先ほどですね5本のニュースをお伝えした中で岸田総理のですね支持率まあ政権の支持率がちょっと上がった5ポイント上がったという毎日新聞の記事ですがこれ、岸田総理のまあ日本ですね先ほど上川外務大臣がああ G7 外務大臣会合でえ演説をしたというようなお話がありますが日本のこの岸田総理ってのはイタリアではどう見られてるんですかね。 これもですね<っ>あの議長国ということで、メローニ首相の主催で、はい、G7 首脳テレビ会議というのが行われたんですね。<っ>これはイラン イランとそのイスラエルの攻撃があったも直後なんですが G7 としての立場をあのまたあの見直して、はい、あのそれで表明をしていこうと主導になってあの事態の沈静化とか自制をはあの強く働きかけていこうという目的のテレビ会談だったんですが<っ>これはもう時刻的にはイタリア時刻であの午後の4時ぐらい、ねあのはい、夕方夕方とまあ午後の4時ぐらいだったんです。<っ>でそれはもうアメリカの,あのバイデン お爺さんが起きるのを待ちなんですね。そうそういうやっぱり昨日の時間に仕方するんですか。大統領が起きるぐらいにしようかしらみアメリカが朝、イタリアが昼、ねあのフランスもね、ドイツも全然ヨーロッパは昼。で一番迷惑なのが日本ですよ。これ7時間先ですから大変なんですね。で日本は23時ですよ。夜の11時。 でこの4月14日っていう日は大変な日でして、ええ、あの岸田首相が日米の首脳会談ですね、日米それからあのちょうど終わって日本に帰国していたときに、はあ、メローニさんが会議やるよって言ったもので<え> <laughs> <laughs> 聞いてない話なんですよね多岸田総理としてはね。 で着いてすすぐですよその日の夜に23時から招集されまして、ええ、でこうて日本どうするんだろうと思って岸田さん出てるんですよ<ぁ>45分間出席されて、ええ、でも本当に帰国して飛行機着いてすぐにお疲れでしょうけども、はい、こういう影の努力を岸はしていたと<ぁ> <laughs> 夜ですね、ええ、外交の岸田は頑張ってましたよということはあのちょっとね日本では知られてないと思いますから。う お知らせして、まあそれは支持率も上がるだろうなという感じですね。はい。あ、岸田総理は総理でね、もうそういうこのタイトなこのスケジュールの中でいきなり聞いてないよみたいなそういう電話会議も入ってくるんだ。急激急にでしたからこの G7 の会議は。でもそれにもね、いやいやちょっとすいません疲れてんで欠席とも言えないし、アメリカが帰ったばっかりなんでとかは言えないんですよね。うんそのそのまんまは夜やられて。 出出席席したとまあ電話でねテレビ会議ですね。とそういう意味ではイタリアからしてみると、まあ、ポイント、うん、まあ高いって言うと言い過ぎかもしれませんがあ頑張ってるんだなと。うん いう感じはすするんですねそうですね、日本の立場としてもエスカレーションは強く非難すると、はいえー、こういう表明をしてあの国際社会の全体としての立場あと G7 の国の,、えー、あの主導となってとっていうことを岸田首相がこの表明をされたんですね、その後すぐに。えーはい、だからこういうことの動きも早かったですしでまあまあ、そういっても、ね、メロニ政権も今 28.、28.5%なんです、日本調査ね、はえー、支持率。 あのフォルサ・イタリアですね、それが8.6%で、はい、同盟が7点、これ、全部合わせて連立政権なんです、イタリア 合わせてこれ、昨日出た世論調査ですけどね、支持率、そんぐらいになってるんですけど、一党でね、頑張って、岸田さん、25%、66%出てますから、とりあえず岸はやることはやってるよっていう感じですね、海外から見るとですね、そそううでですす日本だとそういうニュースってあんまりクローズアップされませんから、今、水村さんから、岸田総理、海外、外交上は頑張ってんだなっていうのが。 工場はね一応ね<え>やってるようです。はいはい,いう、ねうん。外から見たらわかりますね。そうなんですね。うん ところでですね、まあ、このイランとイスラエルに関してですが EU= ヨーロッパ連合が17日首脳会議を開いてイスラエルに大規模攻撃を行ったイランに対して制裁を強化する方針で一致をしたといいます一方会合後に発表した声明ではすべての当事者に対し最大限の自制を求めるこういうふうにしたと、まあ、こういうことなんですね。 うんそうですね、えー、えと一応です、ねあの、イラン革命防衛隊というのはテロ組織に指定するかどうかというのも、はい、それこそ,そ G7 のテレビ会議で、これ、議論に上がったそうなんですよ。はい だけどもイギリスと EU の一部の国はそれちょっとテロ組織指定まではっていうことで抵抗している国もあるんですね。ええ、だからさらなる報復の連鎖を生みかけられないっていうことでちょっと慎重になろうっていうことでその背景にはあの原油価格が上がっちゃうからなんですよ、うん。制裁するとこっちが跳ね返ってきちゃうから、ええ、ちょっとねあの簡単に。 でまあ、あの2つありますからイランにはですね軍事組織も2つあるんだということとか、はい、要は国軍であるかそのあのこちらですよね。はい あの革命防衛隊の方ですね。革命防衛隊、うん、えー、これは二つは違うからということで、はい、だふふもうヒズボラとか風刺派とかハマスとか、はい、こんなんもう抵抗の組軸であのテロ組織に指定すればいいんですけど、あーーまあまあ要因できないな、あそういうことかというふうに私もあの原油のね価格とかを見ながらっていうことらしいんですね。えーはい、そういうのがあるということですね。えー、そうですか。はい。 あとその他のイタリアの話題だとこちらがありますね TikTok の動画を見るとポイントがたまるアプリ t i k t o k l i t e がヨーロッパ委員会から最後通帳を受けるというニュースもありました。これは水さんんどういううい話なんでしょうか これですね TikTok の動画を見ると電子マネーとかギフトカード、はい、これに交換できる可能なポイントがたまると見るだけでですね、はい、それで動画を見て、あと動画にいいねとかを押すとそのミッションをクリアすることでポイントを獲得して、はい、でそういうのを見ながらにして楽しみながらお金がもらえるんだったらってこれ子どもたち、一日中見てしまいますよね。 だからもうこれがもうフランスとかあとスペイン、これがもう本当に問題になっているということなんですね、はい、でイタリアではそれをあの問題だということを言っていてで、おあの欧州委員会、これがですねこのアプリのユーザーに与えられるその報酬金の目当ての,その中毒性があったり、子どもへの精神的健康の被害というのがあの影響がかなりあるということを懸念されてましてで、はい、TikTok に24時間以内に回答しろって出したんですね。えー TikTok はその回答したのは要はあの1日の最大視聴時間というのを設けまして1日1時間だとでせいぜいそのスクロールしてこうやってやっても1ユーロ要はあの160円ぐらいの稼ぎにしかならないからうんユーザーはあの精神的な健康を損なわないですというのがこれが言い分なんです、TikTok は。そういうことをあの強調してましてでこれ、イタリアも普通にインストールできるんですよ日本はもうとにかくもう簡単にできちゃうんですけど。 私はもうこのアプリへの、私、TikTok で入れてないですから分かんないですけど、えーえー、一応、アプリ見たんですけど、アプリのデベロッパープライバシーポリシーっていうとこを読んだんですけど、本当に恐ろしいことがたくさん書かれてますから、えー、本当によく読んでインストールした方がいいよってことは、本当に皆さん、えー、個人情報全部抜かれますよ、もうユーザーに関連、うん、付けられたデータっていうのは、えー、こういうのをかんあの識別情報にあの関連付けていますっていうことが書かれてるんです、ちゃんとデベロッパーの中に。購入で 財務情報でしょ位置情報連絡先情報あと連絡先全部アドレスあとユーザーコンテンツで検索履歴も読まれますし ID と使用状況データも読みますし診断状況全部ですとにかく個人情報全部これあの TikTok があの関連付けますよとみ見ますよっていうことなんですよもうそれ書いてあるんですね書いてありますよアプリの中にあのダウンロードする前にだから使うときあんまり見ませんもんねそこね見ないでしょもうつくづく怖いなと 思ってこういうの分かってみんなインストールしてるのかなっていう感じなんですよ。 だから皆さん、注意して、ええ、あの自分でじ自己管理あの自分の個人情報は危ない、ええはい、しかも TikTok ですから、ええ、もうこういうことを平気で書いてるんですよで、EU はもう絶対ダメなんですよ、これ,あのこれを情報はあのてあの関連付けてもいいしデータを上げてもいいけどこれは嫌だとか、はい、ユーザーが選ばないといけないしでそれをあの選べる権利もあるしそう拒否もできるんです。はい、それをしないといけないといいいととけうのが、e ほうなんですけど、まあ、ティックトッ全部無視してますから、読み取りますよって。書いてるわ。け々そうです。そうです。堂々と書いてる、でも、全部綺麗に書いてるの、恐ろしいアップでなと思いました。いや、だからね、書いてあるんだったら、だって、書いてありますもんって言いますもんね。うん、そうなんですそよ。同意したんでしょそっちがってことですもんね。 うん、それに同意しないとあの、ええ、インストールできないですから子どもたちは分からないと思うんですよどんだけ恐ろしいことなのか,、ええ、とかよく考えて入れた方がいいんじゃないかなというふうに思いいまますね、ええ、すね貴重なアドバイスありがとうござ私もなんかねこう例えばいろんなものを利用する時にそんなに読みませんからね。 もうなんか次へ次へはい同意する同意しないあ同意するみたいな感じじゃないですか<ー>ねえまあ抜かれてますよ恐ろしいです,よね,ですね改めて<ー>はい水丸さんまた後ほどお話聞かせてくださいよろしくお願いいたします、はい イタリア在住日本茶保経営者ビズマーラケイさんですさてイタリアで、えー、自動車盗難が増えているというニュースもあります自動車盗難数の増加率が7%で他のヨーロッパ諸国と比べて断トツ1位だということなんですがビズマーラさんそんなにイタリアというのは自動車盗難多いんですか、はい 多いですねほとんどの EU 諸国って盗難ースなんか1000件にも満たないんですけど<っ>こう本当にイタリアだけは本当桁違いなんですよね。はい、で、盗、ま、難、あ、が多いのはあのイタリアとフランスなんですけどでフランスは盗難ースってこ大幅に減少しているそうなんですよ。え<っ>なのにイタリアだけは、まあ、去年に比べて7%増加していますし。はい でこの過去10年間を見ても155万台が盗まれたってことなんですねはい。ってことは1年15万台ぐらい盗まれてるってことですよね <laughs> そうなんですで去年で13万1000台盗まれてますし、ええ、でまあ。 EU 全体で言っても年間で4万台未満なんですね、ドイツで言うと3万9千台。はい、で、台、トルコで 3, 3, 3万3万0千台、はいで、オランダで2万2千台。ええ、で、台、スペインで2万台とか、でイタリアは13万179台、<laughs> もう桁違いですよね、<え>なんんででっって思ったんですよどうしてですか、これ。 これ本当にあのー、特にですね、SUV ですね、はい車、新車が盗まれてるんです。あと、バイク、ええ、スクーターも全部合わせての数なんですが、はい、それにしても多いなって形で。ですね。 でまあ、この記事ではですねで最近はこの非接触型の,あの開閉システムキーというのが導入されているんですね、はい、車のドアに、ええ、でキーを持たずに、キーを刺さずに、えー、開閉できてエンジンもスタートできると、はい、でこれを備えた車が3台に1台盗まれているんですね、はい、その盗難車は。ええ、で、そのタイプだったとで非接触型キーシステムこれをどうやって簡単にそんなにね鍵が開いて盗むことができるんだと。ええ でまあ、日本でも話題になってましたけどそのランドクルーザーとかアルファーとかよく盗まれるそういうのもあのちょっとパッと聞きましたけど、ええ、結局、そういった開閉するスペアキーと同じような役割をする機材があるんですよ特殊機材、はい、でそういったなんかゲームボーイみたいなに似たやつその機材を使うと簡単に開いちゃうんですよね、ええであの、エンジンもスタートエンジン、はい、あのかかっちゃうんですよ。ええ でそれをあのその機材、特殊な機材を使って開ける、で、はい、その機材はもう、イタリアで言うと、1000円未満で買えるってことなんですそんな安く買えちゃうんですか、それが。うんうん、まあ、イタリアはだからなんですよね、<ー>でも、日本からそんなの買おうとしたらまあロシアのサイトで買うんですよ、はあはあ、だけど、それは車一台大軍ぐらいすごい高いんですよ、はあ、それは。 だけど、本当にいる方も整備会社とかそういったところの企業とか本当にいるかもしれないので正規なところはだけどいる人はいるけどほぼほぼやっぱ盗難目的ですよね盗難の目的に使わないでくださいとは書いてるらしいんですけどそものねあろうとね不正なことに使うなとは書いてらしいんですけど結局、その盗難というのは国際的なものマネーロンダリングを 目的にすることが多いんですよ、はいえー、で盗まれた車っていうのはイタリアの場合はやっぱ東ヨーロッパのそのバルカン半島ルートっていうのをたどって陸葬で不法輸出されると<ー>そう移民が通るのあれと一緒で、えー、あとはその自動車を解体してパーツとしてあとコンテナにぶち込んで,、はい、で北アフリカに向けて、えー、北アフリカ市向けで不正輸出、はい、これの2通りらしいんですね。は うん、で現地に着いたら組み立てるんですあまた,組みた解体したのを組み立てて、はいえー、そしてあの販売するという手口らしいんですね。 でこれってまあやっぱ全部組織ぐるみですから、えー、あの窃盗集団、大きな大規模なですね整備業者もあと解体業者も入って、えー、あとはあの車体番号を刻印されているので、えーえー、コーションプレートといわれる識別プレートがあるんですね、えー、これを偽造する業者もあるし、はい、輸出するための書類を偽装する特殊なあの業者さんもいらっしゃるし、えー、その輸出するまでのあと数時間からあの短時間あの数日間だけであの輸出するそうなんですね。ね、えー、ももののすごい短時間ででもその間ででそ それの,あのガレージとか倉庫の,<は>あの所有者これも協力者<え>あとはそれを輸送する輸送業者も協力者<え>でそれをすべてを取り持つ犯罪ブローカーさんこれも、えー、加わってすべて大規模な犯罪。 うん、そうなんです。えー、販売組織だよ。っていうのをまあ、イタリアではそうやってあの言ってましたね。そうですかいやでもこれ一言じゃなくて、うん、その機械みたいなのがね。現貿易みたいなやつが日本にも入ってきちゃったらだって。日本今リモコン式多いですよ。そうなんです。えー、これをやっぱりあの簡単にあの使ってね。簡単にあの施錠できちゃうんですよ、そこを簡単に開けて盗まれちゃうんですけど。はいえー うん、で、恐ろしいですね。そうです、そうです。あの、そこにあっても、その場で乗って行かなくても。結局、そのレッカーで持ってったり、こっちは十機使って、後ろにトラックに積んで。持ってて、後で、ゆっくりタイヤロックを解除、の、切断したりね、あの。ハンドルロックを解除したりとかも、できるので。何のあれもないですよ、やっぱり、あの。外に駐車していても、取られる、もちろん取られるし、あの、お友達なんて、あの、鉄の。 車庫の地下駐車場の車庫の中に入ってるのに<え>あの鉄の扉を開けて盗まれましたから、ね。それでも盗まれるんですか。そうなんです。何をしても盗まれるんです。あ人気車とかそういうものそうなんですか。ビズマラスさん大丈夫ですか今のところ。私は一応まあ地下駐車場の車庫に入れてますけど、<え>あの一番あなたの車が盗まれるんですよってあの新車買うときにあのリーダさん言われたんですね。<え>はい。でそれ私あのフィアットチンクエチェント乗ってますけど<ー><今>人気車種だ。それ買う時 一番ね大衆車で皆さん乗るからなんですねコンパクトカーでそうすると絶対5年間の保険に入ってくださいってもう保険屋も来るじゃないかと思うぐらい誰を信用していいか分からないぐらいがっつり入れさせられましよ一番取られるんだからとか言って必ず入ってください若高い保険代をずっと5年間もうがっちがちでそれを入らないとそうです新車はもうね一番改めて。 車の車種が一番盗まれるからっうそういうこうセールされてね、そうですそしたら普通入りますもの、う,うん、ね、そうなんです。えー、で、取られた場合はあの新しい新車がまた来ますって言うから、<ー>保険ですよね、本当に保険ですよね。えー、まねあそれだったらそうなんです。もうあいこと言って五年間ガッツるもう特価保険払いましたけど、えー。<laughs> <laughs> いや、とられませんでしたよ。いや <laughs>、よかったじゃないですか。と <laughs> らえれましたよね。<laughs> よですねえええ、ねそうですか。すいや、でも本当一言じゃないですよね。はい、それはね。はい。さあ、それでは、ここからビズマーラさんに、このテーマで話を聞きます。<music> イタリアメローニ首相が代理出産を激しく非難。 イタリアメローニ賞は今月12日ローマで行われた若きヨーロッパのためにと題したイタリアの出生率と人口減少問題について考える会議に出席その中で代理出産を激しく非難しましたメローニ賞代理出産は非人道的であると定義しいわゆる支給がしレンタル支給についてそれはまもなく普遍的な犯罪になるだろうと発表しました そして代理出産を普遍的犯罪とする法案を支持する用意があると付け加えてその法案ができるだけ早く承認されることを期待していると話しました代理出産と言いますと日本では元プロレスラーの高田信彦さんとタレントの向井明さんが行ったことでも知られていますビズマラさんメローニ首相がここまで代理出産を激しく非難している理由ですねこれは何なんでしょう、うん 今、ですねその支給貸しをするっていう行為ですね、はい、これはイタリア国内ではもうすでに違法なんですね。 うん、してはいけないんですけどそれ国,国境を越えてです、ね、あの愛の行為として偽装しているとでそ,れそれをあの闇市場だということをずっとスピーチで言われてましてこれは本当意図された親という言い方をされてたんですね<っ>そう,いう呼ばれて,てであて変わってあの生まれてくる子供の親、えー、となる人々に代わって、まあ、あの赤の他人の女性がです、ね、妊娠をするわけなんですよね、はい、で生殖補助医療だとそうって言ってますけど。 やっぱりその人権とか女性の権利とかそういったものとか、えー、国内で違法だけどもということのものをずっとおっしゃってるんですそれはちょっとあの法律があるけども修正を加えてもう、はい、あの出してるんですね <A>、うん、海外でするものも違法としたいと、はい、それがミロニ首相が言ってたことなんですね。イタリアでは現時点で代理出産は、まあ、違法なんですね。うん そうです、ねえー、2004年に出された法律がありまして、えー、これは支給狩りをすることこれも絶対だめだしそれを貸した人もだめだし、はい、違法者にあの最大で2年の禁固刑それと<ー>、えー、60万ユーロか100万ユーロですからこれ、えー、罰金でいうとあの日本円は1億6400万円の罰金ですからね<ー>ものすごく重い罪なんですよ、えー、すごい罰金が課せられるんですね、えーで。現在それはイタリアはもうその代理出産とか はもう禁止ですねもちろん、はい、でと言ってもですねその国内でダメだからと言ってあのイタリアの外に出て海外でねカップルがそういった代理出産を頼むと、はい、これが年間3000件から4000件あるそうなんですよ結構あるんですよねえ でえーまあ、その頻繁にその目的地とされて選ばれている国っていうのがこれウクライナななんんでですすよウウククラライイナナかに行くんですね、えー、イタリアのそういった代理師さん頼んでウクライナの女性に、えー、出産してもらうと、クリエル・デル・セイラという大手の新,新聞社によりますと、えー、これ、明らかにされているのは公式的な数字ではないんですが、えー、年間に250人から350人<ー>生まれた子がいると。えー、もうこれれ推定されて でこれをまあどうしたもんかと、うん、そ,うそういうことなんですね。はいまあ、イタリアでは現時点でこの代理というのは代理出産というのはまあ違法だとじゃあ日本どうかというと、うん、日本ではですね代理出産を禁止する法律はないんですがえただ日本産婦人科学会などの各団体が国内では事実上禁止していると。 ということですねですから、まあ、具体的にはお医者さんたちがまあ認めませんよというところなんですね、うん、ですから、まあ、かやろうと本当にやろうと思えば海外に行くだとか、まあ、おそらくそういう形になっているのかと思います、はい、これ、ウィズマーラさん同性カップルが海外で代理出産を利用するケースもあるそうですね。 うん、もうそれがほぼですよ、もうイタリアの場合は。はいはい、こちらがもうメインで同性カップルの人たちが海外に出て、ええ、海外の,あの女性の方に産んでもらうと、はい、でそのあと、ねええ、生まれた子供をイタリアに連れ帰ったときにいろいろとトラブルが起きていると、はあ、そういうことで今問題になっこれはどういうトラブルなんでしょう 要はですね<っ>子どもさんその出生届出さないといけないですからあ、はい、役所に、うん、あの生まれた子どものその時にです、ね、そのあの子どもの未成年者ですそれ発行される電子身分証ですね、はい、それを登録する時に母親の名前父親の名前っていう記載欄があるわけなんですよ、はい、で文書上ですね<っ>でもこれあの事実上ですねこれを、えー、そういう書き方をすること自体があの 違法だと同性カップルが訴えたんです、はい、同性のカップルからしてみれば、これ、おかしいでしょうってことなんです、ねうん、おかしい、その書き方がおかしい、公務員が犯したあのイデオロギー的なあのそういった犯罪だと言いたいんですね、はあええ、そしたらあの、両親の性別に対するそういった文言を、役所の文書に入れるとは何事だっていうことがあの言いたいわけなんですよ、はい でこれ,これ、裁判で判決が出ました、ええ、ローマでですね、ええ、ローマ高裁の言うのは、要は当時の,あの内務大臣だった人が悪いと、そのサルビーニさんなんですよ、今の副大臣、はいうん、その方が、ま、内務大臣だった時に出した内務省令っていうのが、これが違憲と判断したんです、はい、違憲ですと。ええ、で、要は裁判所が言うには、親一親二っていう書き方ならば良いと、そういう書き方で変えなさいっていう形なんですね。あそういうい判決が出たんですかでで 出たんですこれが<ー>あの出ましてそれが2月15日です今年のに出たんですよ<っ>そして3月5日にもですよ先月も<っ>これもイタリアパドバっていうところの裁判所の判決でこれは今度は女性2人の親の場合の,あの同性カップルの方これが出生届出した時に生物学的にはそれは母親が2人とか許されないわけではーはーで役所がどちらか一方の母親を削除しろって言ったわけなで なんですよ、ええ、母親は一人だとあ、はい、そ、うんでそれに不服でまたこれ裁判を起こしたんですよね、はい、同性カップルが、ええ、そうしたこれの判決が出ました、うん、でこれも国が敗訴したんですよ国が負けたんですかそうなんです<ー>あのどちらも残せとどちらも母親だというだからあのちょっと司法がこんな感じになってまして はあ、もちろん、この代理出産なんかを禁止にしたい、海外でしたいものは違法だとしたい、メローニ政権にとって、メローニ首相、そして党の本人の負けたサルビーニさんですよ、はい、あなたの言ってることは違法だと<え>で、これもものすごい反論をしてまして、はい、要は構想や判断を間違ってると、はあ、で誰もがその恋愛においてね、自分のやりたいことするのは、それは自由だが、ええ、お母さんとかお父さんという言葉をそを、法律によって削除するっていう、それを裁判所は認定するのを馬鹿げていると。はあで うん、それを非難に値するとこれはもう法学的に言ってもその進歩ではないとイタリアの進歩にはならないということを言ってまして、はいええ、まあそうなんですよねでも、うん、ミラノでも同じ本当に去年も3月にもありましたし、ええ、要はその投棄がされちゃったんですよ、はい、だけどこれをあの却下しろと,、ええ、ところイタリア内務省から市役所の方に、はい、ミラノ市に通達するって異例の騒動があったんですけど。 でこれ代理出産の場合だったんですね、これも<え>それこそ。はい、そしたらあの代理出産にした子をあのユミラノ氏が一応受理しちゃったんですけど、これを破棄しろと、<ー>な,いなかったことにしろと、<え>認可しないで、国がそれを指導したもので、<え>で家族登記、えー、それをまた、不服としして裁判を起こしますよね、はい、だからそしたらまたあの、それは間違いだと。<ー> <laughs> 司法は うそちらの側につくわけなんですよ。えー、うん通、通達したり、役所が決めることじゃないと、はい、どっちも認めなさいと。はあ、司法がね。うん。えー、そうなんです。うん。でも、これメローニ首相は、その代理出産を国外で行った。え、今国内でも違法ですけれども。うん、国外でも行った場合、違法にしようと、はいはい、まあ、修正案の成立を目指しているわけですよね。うん、はい。はい、その行方って、今のその司法判断からしてみると。どうな。 ってくんでしょうね、うん。これもですね。ちょっと難しいのが、はい、イタリア国内では違法ですよね。はい、でも相手側っていうか、その海外でしか、その国も違法でないといけないんです。はい、両国ともに、ええ、だから、このイタリアはまあ犯罪ですと。と、はい、だけども、例えばそのウクライナですよね。ええ ウクライナ合法なんですよ代理出産が、えー、だから、まあ、国際法を考慮していないと、はい、で法的には適用できないし不合理であるという声のいうが今、高くてですね、えー、で海外で行われた犯罪これは海外でやった犯罪としてみなされて、はい、イタリアで処罰することはできないんですね、えー、だから、これはもう両国で、あのー、しないといけないで国際法に沿った場合はちょっと矛盾が生じちゃうといういえ段階に今ありまして。えー で国際法というのは基本的にはその子どもと両親の間の絆、はい、これを確認するというのが原則あってっ要はその海外で合法的にあの行動した場合代理出産ですね、これそういったあの家族から生まれた子ども側の見、うん、地に立つわけなんですよ、子どもからその家族の絆を奪ってはいけないと、はい、で子ども側の視点になって子どもの人権を考えているのが国際法であって。はい で両親を裁こうとするイタリアと、えーうん、でも子どもの権利の方を主張して、<ー>大事にしましょうっていう国際法の、今、狭間にある感じですね、えー、あそれ、もうまさに本当に狭間ですね。 でも、そのイタリアのこのまあ代理出産今、よく分かりましたけれどメローニ首相はまあ国内ではもう現時点で代理出産は違法ですとで、うん、国際的にもその違法に持っていきたいんだけれどもウクライナなんか現実、うん、まあ合法になっているとで国際法がそこにはあると、はい、これ、世論ですねイタリア国内では今どういう考え方の方が多いんですか これはですね、ええ、一応、そのまあ右派政権ということで一切、そういったあの同性婚も禁止だしとかそういったあり出産もあのメロニ首相がだめだって言ってるものはそうだそうだっていう,うの,あの世論はそう動いているんですが、ええ、結局、一番の原因というのはあのイタリアにはイタリアの深刻なあの人口の減少のリスクがありますから、はいええ、であの今、あの去年のデータで1000人当たり6.4人の子供しかその生まれてないんですよ。よ、はい だからそれがあの過去最高のマイナス記録というのを樹立してしまったわけなんですね。ええ、だから本当に数字的にも,もう危機的な深刻な人口減少があるんですけどでそこをメロニ首相も国の一大事として、はい、あの第一優先事項で出生率を上げたいと、うん、子どもの数を増やしたいと、ええ、でイタリアの人口の減少に歯止めをかけたいんだけどもだからといって代理出産によって子どもを増やすことはしてはいけないと。 スピーチであの主張されてまして、うん、でそれを言っ なるほどっていうことでみんなその出生低下というのを防ぐっていうかそれを歯止めをつけたいのは、はい、これは何年にもわたって長い間イタリアの問題なんです。<っ>で、えー、要はあの女性が産みたがらないっていうこの子供を世に産むっていうことは女性にとってその自由とか夢とかキャリアとか場合によってはその美貌ですねその外見が変わっちゃうとか、はい、そういうことを犠牲にすることになるから。 それを最終的にはあの子供を産むことを不都合な選択の一つとして考えてしまうという<ー>この悪いあのマイナスイメージ、えー、ネガティブなイメージを変えたいとでそれをメロディ首相は言っているんですね、えーで。国ができることといったら その例えばその経済面ですよね、えー、女性を支援する、はい、そういうことで、子どもを産むことを選んだから仕事を辞めないといけないとか、あとはもう、ね、ワンオペになってしまうので、その経済的に不安だとか、はい、で子どもを、ね、諦めないといけないっていうことの選択を選ぶことは真の自由ではないと、<ー>これをあのスピーチであの言ってたんですね。えー、だからもう、こういうとこであの、国の支援としては、こういうことをしたいという風な考えで。 <え>うん、でそれをつなげて話されてました代、ね、<ー>理出産ののスピーチの中で、はいまああの日本もね、うんえー、少子高齢化で、まあ、子ども支援、はい、まあこれ、またあのゆくゆくは、天、えー、引き、保険から天引きされるみたいな、ですね、えー、それでもう今、すったもんだしている状況ですけれども、やはりイタリアも少子化で結構悩んでるってところなんですね。 イタリアの方がひどいと思います。今、大問題ですね。数字的に出てくると、ゾッとしますよね。その専人中、六点、何人しか生まないとか、うん、そうで、そうです。それがだんだん減ってきてるし。だからといって、その代理出産で子供を増やしてね。それは、その、トータル的に見て、そういうことは、あの、あまり、あの、歯止めを効かせる、あの、裁量の案ではないですっていうことですよね。人権を大切にして。 でまあ、子どもたちの視点に立つとですよ、そんなね、あのーまあのまいつか子どもたちも気づくと思うんですよ、あのーね、日本はね、ねええ、親方とかいろいろ言い方ありますけど、はい、である程度学校とか通いだすと、よその家のどこどこのお母さんは何々だとお父さん、<ー>なんで 自分にはいないなのかとかと、えー、自分はどうやって生まれたのっていうような疑問とか自分はいつか気づくと思うんですよね、えー、だからそういった場合の、まあ、精神的孤児っていうのを、えーうん、そういうふうな言い方をするんですねマ,ラテス<ー>マザー・テレサとかも言いました、はいえー、親がいるのに自分はこの世に生まれてきてはいけなかったんじゃないかとかそういうふうな感情を子供に抱かせてしまうことそれはダメだと。まま、えー、またそううう感じててししし子供精神的孤児をなくしていきましょうっていう いうような、ええ、あの言葉を残されていたのがとても私は印象的なんですね。う,すはい、うん、そういう感じですね。はい、はい、え、今朝はイタリア在住、日本茶、湖経営者、ビズマーラ恵子さんにお話を聞きました。ビズマーラさんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、はい、失礼いたします。